どうもこんにちは。本日はこちらのラングラーの名作のレビューです。ご視聴ありがとうございます。伊藤です。本日はこちらのラングラーの名作と名高いランチャーパンツ、こちらを購入したのでレビューしていきたいと思います。早速商品の詳細なんですが、こちらブランドがラングラーで、商品名がランチャーフレアドレスパンツ、色はグレー、ネイビー、ブラウン、ピンク、ブラックの5色展開で、サイズが SMLXL の4サイズ展開で、価格は8800円になってます。このラングラーのランチャーパンツなんですけど、国内に出張ってるもの大きく分けると、2種類あって、このラングラーっていうブランドはアメリカの3大デニムブランド、リーバイス、リーでラングラーの3つが3大デニムブランドってアメリカで言われてるんですけど、このラングラーの日本の販売権を持ってるのはエドウィンなんですよね。なのでエドウィンが出してるこう日本企画のラングラーと、このアメリカの本国のラングラーから並行輸入で入ってきてるラングラーと2種類あって、僕が今回購入したのは日本でエドウィンが日本で販売しているラングラーの方になります。なので名前もちょっと微妙に違うんですよね。これエドウィンのサイトの方から行くと、ランチャーフレアドレスパンツっていうんですけど、並行輸入の方というか、一般的に知られてる方だとランチャードレスジーンズっていう名前で流通してると思うんですよね。調べてもちょっと詳細分かんなかったです。多分同じものだと思うんですよ。違ってたらすいませんけど。なので日本の企画だと、SMLXL と4サイズなんですけど、あとあれか、レングスが短めの71か長めの74の2種類で、サイズ展開としては8サイズっていうことになるんですけど、アメリカ直輸入の方だとウエストが29から42かな、で色も10色ぐらいあって、レングスも3種類ぐらいあるので36種類ぐらいあるのかな、サイズが。で価格もこっちの日本の方は8800円だけど、直輸の方は7000円前後、7000円弱とかで購入できるので、その36種類の方から自分にぴったりのサイズが探せるんであれば、直輸入の方から購入した方がお得なのかなと思いますけど、僕は今回通販なので、サイズ感も分かんないし、日本のものでいいやと思って、エドウィンの方の、日本の企画のものを購入してます。なので僕が今回購入してるのはブラックの L サイズで、レングスが長め74センチになってます。でこのランチャーパンツをざっくり説明すると、1960年にカウボーイたちがパーティーなどのおしゃれを楽しむために開発されたパンツになります。なのでデザインとしては、ジッパーフライになってて、ここボタン止めで、U の字のポケットが2つついてて、裏はパッチポケットになってて、カウボーイが当時履いてたってことで、こうウエスタンブーツにかぶせられるようにフレアシルエット、裾に向かって広がるシルエットになってるパンツですね。で素材がポリエステル 100% になってて、ここのセンタークリースが入ってるんですけど、これが洗濯しても消えないっていうのが特徴で、イージーケアのパンツになってます。素材はポリエステルですけど、高密度に織られているので、ジャージ感も全然ないですし、だからジーンズ、フレアジーンズのイージーケア版みたいな、そんな感じになってます。ここ最近フレアパンツがトレンドとしてきている中で、この美脚パンツとして名高いランチャーパンツ、そのシルエットがどんなもんかっていうのを早速着用していきたいと思います。ここが178cm の 70kg で、今 L サイズのレングス長め 74cm を着用してます。まず着用感なんですけど、今これ L サイズでウエスト表記だと85とか86とかあると思うんですけど、ウエストとか太ももとか本当にそんなあるかなっていうぐらいの着用感になってますね。だから結構細めの作りなんだと思います。シルエットは裾に向かってフレアにこう広がっていくんですけど、フレア具合もそんなにバカ広いかって言ったらそんなことなくて、ブーツカットっていうよりはシューカットっていうぐらいの広がり方になってるかなって思います。
で素材は、まあ、ポリエステル 100% で、まあ、生地感はサラサラしてて、まあ、履いてて気持ちいい感じですね。まあ、生地の厚さは若干薄いのかなっていう感じがするので、冬とかまあ寒くなってきたら、まあ、化学繊維でちょっと冷たい感じしますし、厚さもまあ若干薄めかなっていう感じがするので、冬にこれ1枚はちょっと厳しいかなっていう感じがします。で僕は今これ、腰履きしてるんですけど、まあ、普通くらいまで上げると、まあ、こんな感じになります。まあ、上に上げるのと下に下げるのじゃだいぶ印象変わるかなっていう。上に上げると結構中性的な感じになりますし、下に下げるとまあ男っぽい露骨なイメージになりますし、その辺はまあ好き好きなのかなって思います。まあ、僕は上に上げる中性的な感じ、まあちょっとなんか K-POP っぽいっていうか、まあ若い感じがしちゃうんで、僕は下げて履く方が好きかなって思います。まあ、この辺は本当に好みかなって思います。で美脚具合に関してはどうなんですかね。まあこういうフレアパンツ紹介するときみんな一様にこう足長効果があるとか言うんですけど、まあ、人によるかなっていう感じは結局しますよね。めちゃくちゃスタイルのいい人が着ればそれはまあ足長に見えるでしょうし、例えばだから僕だったらこういうフレアパンツってやっぱりシルエットが太ももから裾にかけてこういう風にラッパ型に見えるので、だ当然僕みたいに O脚とかだとちょっと O 脚が強調されるような感じになっちゃいますよね。なのでまあその一概に美脚とか足長効果とか、まあ、そういった情報にちょっと踊らされない方がいいんじゃないかなって思います。まあこのシルエットが好きかどうかっていう感じで選んだ方がいいのかなって、今まあフレアパンツ流行ってるしみたいな感じでなんとなく購入するとなんかうーんってなっちゃうんじゃないかなって思います。要はこの感じが好きかどうか、この感じが好きかどうかで購入を検討された方がいいのかなって思います。それではこのパンツを使っていくつかコーディネートを組んでみますので、まあサイズ感だったり着用した雰囲気の参考になればなと思います。初頭にかけてっていう感じで着回してみたんですけど、個人的には僕すごく好きだなと思いましたけど、おすすめはしないかなっていう感じです。っていうのもまあ商品としてはおすすめできるんですけど、いいものだったので、このラングラーのランチャーパンツが気になっててどうなのかなとか思ってる人にはいい商品ですよっておすすめできるんですけど、そのフレアパンツどうなのかなとかって思ってる人にはそんなにこう美脚だからとか足長効果あるから履いた方がいいよとかいう感じでおすすめするっていうものじゃないかなと思います。多分万人受けはしないし、どっちかっつったらあんまり受け良くないんじゃないかなってやっぱり思いますね。と
特に女子受けなんか悪そうっすけどね、昔も悪かったんで今はどうなんだろう。若い子とかには分かんないっすけど、誰も買うもこれ入ってたらかっこいいとか、そういう商品じゃないかなって思います。では購入する際はフレアのシルエットすごい好きなんだよねとか、自分が好きだから買うっていう方がいいのかなと思います。人にかっこよく思われたいから買うアイテムじゃなくて、自分が好きだから買うアイテムなのかなって思いました。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。